あなたのメッセージがどれだけ素晴らしくても、あなたの行動、動詞が間違ってたら届かへんねん。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスター、おかち。戻ってきたよ。みんな、ここに戻ってきたよ。戻ってこれたよ。前にも言うたけど、右足の足首のアキレス腱が切れてしまってん。はい。見えますか？今装具つけてます。見えないかな？はい。で、ようやく歩けるようになった。でもな、それまでは全然動かれへんかった。仕事もできへん、運転もできへん。だから、ずーっと引きこもってた。そして、考えた。本当にやりたいことは何なんや？新しい一年、やるべき行動は何なんや？それを極限まで削って、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 たった一つに絞れた。見えたんよ。だから戻ってきた。今日は毎日が楽しくない。全然自分らしく生きられへん。そんなあなたがやりたいことを見つけて最高の自分を表現する。そんなきっかけになればいいなと思ってマイクを持っています。一発撮りでいこう。ファーストテイクでいきますよ。おっしゃー、いこう。いきます。はい、ブチ。誰や？誰もいなかった。いや、正確に言うと小学校5年生の男の子が3人、3年生の男の子が1人いた。ポカーンってしてた。事件は体育館で起きたんです。バスケットボール教室、練習が終わってワンオンワン、小学5年生と1対1の対決をした。その時に一歩踏み出そうとした瞬間、大きな音が聞こえた。鉄パイプで殴られたかのようにね。誰もいなかった。その時悟りました。切れてもうたなーって、右足やってもうたなーって。それからピーポーピーポー、救急車で運ばれてお医者さんに言われました。右足アキレス腱断裂、全治6ヶ月。はい、不思議と晴れやかやった。だってうじうじしてても仕方ないやんな。足は動かへんけどやれることはあるはず。今までできてなかってやれることは絶対あるはずなんよ。それが見えていたから晴れやかやった。全然鬱じゃなかった。喜びに溢れてた。溢れてたとまでは言わへんけど、フラットやった。何をやるのか見えていたこと、それは本の原稿を書く。ずーっと本を書きたかったから。この怪我して仕事ができない間に2冊分の本を書く、そう決めたんだ。だから毎日毎日ペンを持って書いた。毎日書いた書いた書いた、書き続けたよ。そして45日で2冊分の本の原稿を書き終えた。20万文字です。ごめんなさい、はっきり言う、はっきり言う、天才です。何度も自分を褒めた。やればできる、やっぱりできるんやって何度も褒めた。ご褒美もあげたよ。美味しい寿司も食べた。和食の料亭にも行った。そしてゴリラの人形も買った。欲しかったから。ご褒美あげる大事。そして出版社さんにその原稿を送った。じゃあ興味を持ってもらえて出版することが決まりました。いや、決まりましたとまでは言われへん。決まりそうです。まだ確定ではないんですけど決まりそうです。夢が叶ったよ。それは嬉しいよ。その時の喜びを過去の YouTube で僕表現してるので、喜びの舞をしてるのでぜひ見てください。だって夢やったから本を書くことは。25歳の時に本を書きたいと思いました。本を書けば何者かになれる、そう信じて100社ぐらいの出版社に出した企画書をね。でも返事があったのは2社。その2社両方とも自費出版の出版社です。自費出版っていうのは自分がお金を出して出版する。言われたよ。
あなたの作品はとても素晴らしい。これを世の中に出さないのは悲しいことだ。忘れたけどね、そんなこと言われて、250万出してもらえたら出版できますよ。そういうことやね。有頂天になったよ。出版できるって有頂天になったけど、250万ないしなってその時に諦めた。その時思ったよ。本っていうのは何者かになるために書くんじゃなくて、何者かにならないと書けないんやって。それから25歳から今40歳やろ、15年間、何者かになるために自分だけにしか持っていない武器をひたすら磨いていった。それが蚊だったんよ。それは嬉しいさ。ちょっと持ち帰ると、もう一回持ち帰ると、はい。でな、その45日間原稿を書いていて、2つのことが分かって。一つは、俺が伝えたいメッセージ。それは、最高の自分を表現するということ。あなたは、あなたの人生を生きていいということ。そのメッセージを伝えたい。それは、分かった。これは変わらなかったな。そしてもう一つ、分かったこと。それは、俺がやるべき行動は書くじゃない。持つものはペンじゃない。メッセージは最高の自分を表現する。あなたの人生を生きていいよ。そのメッセージは変わらへん。でもその手段はペンで書くじゃない。マイクでライブするや。マイクでライブや。これが俺のやるべき行動、動詞や。それが分かって。ペンで書いた45日間、全然ワクワクせんかった。おかっちの、僕の、俺のエネルギーが、ここにね、伝わっていかない。なんとかして伝えようと思ってやるけれども、ここでね、止まってしまって、で、かー書くんやけど、なかなか、一つになられへんかった、ペンとは。でもマイクはどうや。な、マイクは俺のここの心の震え、そしてこの喜び、そして気持ち、思考、考え、アイデア、そして言葉があなたに伝わってるやろ、聞こえてるやろ。そう、俺の全てやねん、これが。それがマイクを通して伝えることができんねん。このライブ感、これが俺がやるべき行動やっていうことが分かって、俺がやるべきことはペンで書くじゃない、マイクでライブや。だからあなたに伝えたい。あなたが伝えたいメッセージは何ですか？あなたが持つものは何ですか？あなたがやるべき行動、アクションは何ですか？俺は最高に輝く自分を表現しよう。そのメッセージをライフスキル教育を通じてこのマイクで伝えてる。あなたは何や？どんなメッセージを誰に伝えたい？そして、何を持つ？何持つ？ペン？機械？パソコン？ボール？何ですか？何を持つ？それ持つっていうのは実際に持つだけじゃない。商品とかコンテンツとかも入る。俺で言うたら、ライフスキル教育や。だから俺が持つものは、ライフスキル教育とペンや。そしてあなたは、どんな行動をやりたい？動詞。あなたがやるべき動詞は何ですか？書く？話す？伝える？育てる？作る？つながる？いっぱいいろんな動詞がある。振り返ってみ？手帳振り返ってみ？毎日いろんなスケジュール、いろんなプラン、いろんな行動をやってる。いろんな動詞があるはずや。でもそのいろんな動詞の中に、あなたでなくてもいい動詞とか、本当にやる必要がない動詞とかもたくさん紛れ込んでんねん。それをな、削って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 いくことで、たった一つあなたがやるべきこと、あなたの力を一番発揮できる動詞が見つかるはずや。その一点、その一点が見つかれば、その一点にあなたのエネルギー、力、考え、思考、気持ち全部を注いでみよう。そうしたら爆発するやん、燃えるやんか。だから動詞の断捨離やねん。この動詞の断捨離がめちゃくちゃ大事やねん。いらんもんは捨てる。あなたのメッセージがどれだけ素晴らしくても、
あなたの行動、動詞が間違ってたら届かへんねん。あなたの行動、アクションがどれだけ素晴らしくても持ってるものが違うかったらあなたの力が発揮できへん。何を伝えたい、何を持つ、そして何をする。あなたの言葉を聞かせてよ。あなたの声が聞きたいねん。どうする？それをな、ちょっと考えてみよう。そして見えてきたら書こう。自分の手で書こう。そしてそのカードでも付箋でも何でもいい、見えるところに貼っとくね。そしてそれをイメージして何度も何度もそれを叫んでみよう。そうすればやりたいことが見つかり、明確になって最高の自分を表現できる。そして生きる喜びにあふれた毎日、生きることが嬉しいって、そんな人生がやってくる。夢中になって生きられるね。俺はあなたがあなたの本音を表現してあなたらしく生きることを心の底から応援してます。はあ、これがやりたかった。俺がやりたいことはこれやった。はあ、ここに戻れたよ。もちろん書くという仕事は尊いもの、素晴らしいもの。それが自分の天職やっていう方もいるでしょう。もちろん俺も書くという動詞は完全に手放すことはない。でも本当にど真ん中は書くじゃない、ライブや。ペンじゃない、マイクや。そのライブ、今ここを感じている、それをこれからもあなたに伝えたいと思います。少しでもためになった、いやためにはなってへんかもしれへん、元気になった、おかっち頑張れ、そして一歩踏み出せそうって思えた方はいいねボタン、高評価ボタンを押してくれたら本当に嬉しいです。これからもこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣やライフスキルを全力で本気で話していきたい、発信していきたい、ライブしていきたいと思ってる。だから興味がある方は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいです。 SNS でも発信してる、どうかつながってください。ということで The End、 また会おう。楽しかったよ。 See you。 ここや、ここや、やっぱり